清掃で。はい。僕には、格闘家としてやり残したことがあります。格闘技界に忘れ物があります。1年間、スマッシャンで、プロレスをやらせていただきましたが、この度、格闘家として、復帰することになりました。プロレスでは、大変、すごくお世話になって勉強になったんで、これからは、裏方として、スマッシュさんに、全面的に協力させていただこうと思います。この度格闘家として復帰するにあたり、生涯修行の道を歩む真の武道家として、歩む所存でございますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。次の、スマッシュの、29日のダブルヘッダーが、自分の最後の試合になります。いや、そうだ、大阪も来るんだよ。大阪、次は最後は大森選手とシングルで戦うので、自分のプロレスを今までやってきたのを全部、大森選手にぶつけたいと思います。まあ、あのスマッシュ12の昼の大森戦が、まあ、実質最後という気持ちでやるという、はい、そういうことですね。はい、何か質問はございません。思い残した試合というか、まあ、それがあるということで今回の決断をされたと思うんですけれども、その思い残したその、まあ、格闘技の試合に関してはすでに庄司選手の中で頭で描いてる、はい、ビジョン、もうすでにあのドリームの方とかリープの方とちょっと話して、その試合が組めるように今、調整しております。正直言うと、まあ、前回、鈴木さんとやった時にまだ鈴木さんとちょっと話して、まだ自分の気持ちの中でやっぱり完全燃焼できてないというか、やっぱレスラーとしてっていうか、まだ格闘家の、体がなんか破りきれてないようなそんな、気がしたので、やっぱり今しっかり体が動くうちに、自分の中で完全燃焼したいという気持ちを、田地さんに伝えまして、こういう形になりました。やっぱしばらくその実戦からはまあ離れてはいたんですけれども、はい、やはりその例えば古木さんがプロ格闘家になるにあたって指導していたりとか、そういう部分で何かこう触発される部分みたいな。そうですね、やっぱり、古木克明という男を、1年間かけて、一緒に二人三脚でこう育てて、相当やっぱり1年間であそこまで仕上げるっていうのは相当大変だったし、古木さんも相当頑張ったので、やっぱそうやって練習していくうちにこう自分はやっぱ触発されたっていうのは少しあります。今回そういう覚悟を持っての、まあ、決断ということなんですけども、はい、その格闘家としてのなんかそんな、なんていうんですかね、ゴールじゃないんですけども、なんかこのビジョンとか計画みたいなのっていうのはあるんでしょう、ご自身は。そうですね、やっぱ一人どうしても借りを返したい相手もいますし、格闘技業界、プロレス業界が良くなるような、仕事を、今後、格闘技で国入れをつけた後はそういうことをやっていきたいなと自分では思っています。借りを返したいって言っても過去に戦ったことが。はい、そうですね。名前はさすがに今まだ、はい、外人か日本人かどっちかっていうのもまだ。借りを返したいっていうことは、要は、過去にやって負けた相手っていうことで、そうですね、いいんですよ。そうですね。そのやり残したことが終わったら、もう一度プロレスラーに帰ってくるんですか？それは今、全く白紙でございます。やっぱり、もう、
帰る場所があったりしたらやっぱり気持ちの中で、そういうのはいけないと思うんで、もう全て断ち切って、格闘技 の試合に挑もうと思っております。古木選手への指導っていうのは今後どうしていくんですか？古木選手とは今後も変わらず、毎日やっております。自分のトレーニングも、はい、格闘家としてのトレーニングをしつつ、はい、古木選手の指導も続けると、はいはい。まあ、もう古木選手はもうほとんど もう出来上がってきているので、あとはもう今自分と一緒に実践練習を、いろんなところに出向いて、仕上げたいと思います。古木選手は場合によってはして揃い組みたいな感じになるかもしれない。そうですね、同じ日にシャンピングに上がったり、まあ、自分が上がるときには古木選手にセコンドついてもらうと思いますし、そういうその状況の中でスマッシュトエルブのヒルマブでは大森さんとシングル戦うんですけど、はいはい、それはどういう気持ちで庄司さんの中では。そうですね、大森選手とは一度ハッスルで戦ったことありますし、全日本プロレス時代もすごくよく見てましたし、やっぱりアックスボンバーはすごく強烈なので、アックスボンバー対自分もラリアットを使いますので、アックスボンバー対ラリアットみたいな、そういう図式で思いっきり力と力で、ぶつかり合いたいと思います。はい、図式としては来るもの去るものって形になると思うんですけど、はい、その中で大森さんにこう伝えたいというかですね、はい、そういう、まあ、それは試合の中で伝えるものなんでしょうけど、はい、なんかそういう気持ちってのはありますか？そうですね、大垣記者がよく、まあ、大森選手はやっぱり僕プロレスではもう本当大先輩ですし、本当に尊敬する選手なので、まあ、自分はもう胸を借りるので、自分ができることを全部出し切って、大森選手に受け止めてもらいたいと思います。改めてそのスマッシュでまあ約1年やってきたわけですけど、ご自身の中でこう振り返ってみていかがでした？そうですね、やっぱり、思い出せば本当すごくジンときますけど、JCB ホールをみんなで、もうJCB ホール大会を開催したっていうのが一番の僕は思い出ですね。田尻さんから見て、その、まあ、庄司さんという戦力を失うというのは、まあ、スマッシュにとっても大きいと思うんですけれども、まあ、今回こういう形で送り出すに至った部分で田尻さんの気持ちってどうなんでしょう？いや、でももう人生はですね、短いからもう思ったことを思ったようにやるしかないから、やっぱり僕も若い時はまあいろんなことがあったけど、まあ、結果としてそれを許してやれって言ってくれた人もいれば、ダメだって言ったらその人と離れたりとかですね、そういうこともあるんで、やっぱその人のその気持ちにはやっぱりですね、なるべく送り出してあげるようにしなくてはいけないと思いますんで、でまた庄司さんが格闘技でそのやり残したことをやってくれてすごくスカッとしたらですね、まだ僕らもそれはですねいい気持ちになりますからね、みんなで、はい、結局もし庄司さんがそのやり残したことを果たせば絶対庄司さんを追ってる人は感動できると思うんですよ。だからその人は結局感動を生むために僕らやってますから、繋がってると思うんですよね。だから同じだと思うんですよ、しかし、まあ、夜は、まあ、シュリー、リン、コダマ、マジェットタッグマッチじゃないですか。で、大阪ではですね、実はちょっと若い子とっていうカードも考えてるんで、やっぱり実質大森さんとの昼のシングルが、まあ、はい、この庄司明の最終決戦ですよね、プロレスの、はい、そうですね、本当に大森さんには全てぶつけて、プロレスでの生き様を全てぶつけたいと思います。写真撮りますか、写真、はい、
します。